皆さんこんにちは。アイロボットジャパンの竹迫です。ルンバエンジニアリングコース、今日はルートの基本的な動きを学習しましょう。これはテキストのユニット1のレッスンです。まずはお手元のスマートフォンまたはタブレットで専用のアプリをダウンロードしましょう。アイロボットコーディングと検索すると専用のプログラミングアプリが出てきます。ダウンロードが終わりましたら早速アプリを立ち上げてみましょう。アプリを立ち上げるとこのような画面が出てきます。もしお手元のアプリで言語が英語で表示されている場合にはこちらのメニューをクリックしていただき言語またはランゲージを選択して日本語を選びましょう。日本語を選んで OK を押します。こちらの画面から新しくプロジェクトを立ち上げます。プラスボタンのアイコン新しいプロジェクトをクリックしてみましょう。こちらがプログラミングをするメインの画面です。左側の空白の部分にプログラミングを作っていきます。右側の部分にはルートが映っています。クリックしながら動かすと立体的に角度を変えることができます。実際にプログラミングした内容がシミュレーター上で表されます。下にあるのはルートをプログラミングするために必要なブロックです。能力に応じてレベルを1から3まで切り替えることができます。より高いレベルになるほどより複雑な動きをさせることができます。それでは実際にプログラミングしてみましょう。ロボット掃除機ルンバは車輪を使って床の上を走り回ります。ここでは実際にルートをルンバのように前に進ませるプログラミングを組んでみましょう。下のブロックの中からここのまっすぐに進んでいるブロックを上に貼り付けます。これはいつこの再生ボタンが押された時にルートがまっすぐ動くというプログラミングです。実際に再生ボタンを押してシミュレーターの動きを確かめてみましょう。はい、このようにルートが前に一歩進みました。続いてもう一歩前に進ませてみましょう。同じように前に進むブロックをもう一つ貼り付けてみます。それではもう一度再生ボタンを押してみましょう。今度はルートが2歩進んだことがわかりますね。もし作ったプログラミングを消したい場合にはこちらのブロックを触れたまま下の方に現れるゴミ箱に離してあげることでブロックを消すことができます。こちらのレッスンではブロック進むを使ったルートの操作方法を学習しました。ルンバは障害物を避けたり部屋の隅々まで掃除をするためにどの方向に走ればいいか考えて動いています。ここではプログラムを使ってルートに動く方向を指示してみましょう。こちらにルートが曲がるためのブロックが2つあります。1つは左に曲がるためのブロック、もう1つは右に曲がるためのブロックです。こちらの左に曲がるブロックをつけてみましょう。続いて右に曲がるブロックをつけてみます。それでは再生してみましょう。このようにルートが左に曲がりまた右に曲がりました。ではこの曲がる順番を逆にしてみるとどうなるでしょう。このようにブロックを付け替えてあげます。
再生ボタンを押してみましょう。今度はルートが右に曲がって左に曲がりました。間に前に進むブロックをつけてみます。このようにブロックとブロックの間に置くことで、右に曲がってまっすぐ進んで左に曲がるという動きを作ってみました。それでは再生してみましょう。このように組み合わせた通りにルートが曲がったり前に進んだり動かすことができました。ここでは曲がるブロックの使い方を学習しました。ルンバは部屋の隅々まで掃除をするために、角度を変えたり進む距離を変えながら走行しなければならないことがあります。ここではブロックを編集して、さまざまな角度で走行するようにプログラミングしてみましょう。まずは先ほど学習した進むブロックと曲がるブロックをセットしてみます。進むブロックをクリックすると、このように進む距離を編集できる画面が表示されます。編集画面を閉じるためには、画面のどこかどこでも構いませんので押すと編集画面を閉じることができます。ここでは進むブロックを編集して、ルートの進む距離を変えてみましょう。今は16センチになっていますね。こちらを8センチに変えてみます。続いて曲がるブロックも編集してみましょう。このように編集画面が表示されました。ルートが曲がる角度を自由に変えることができます。それでは実際に動かしてみましょう。再生ボタンを押すと、先ほどよりもルートが進んだ距離が短くなって、曲がる角度も変わりましたね。ここでは進むブロックと曲がるブロックの編集の仕方を学びました。ルンバは本体を光らせることで、何か特別なことをしているとき、例えば掃除が終わったときやゴミが多い場所、あるいは助けが必要な時に、さまざまなことを教えてくれます。ここではルンバと同じようにルートを光らせたり色を変えたりして、ルート用の光の言葉を作ってみましょう。画面の下にある光るブロックをセットしてみます。光るブロックをクリックすると、同じように編集画面が現れます。ここでは光らせ方や光る色を変えることができます。まずはこのまま再生ボタンを押してみます。このようにルートの点面の部分が黄色に光りました。それでは今度は違う光のパターンに変えてみましょう。点滅する青色の光、再生してみます。このように先ほどとは違う色で違う光り方をさせることができました。光るブロックを編集することで、さまざまな色やスタイルに挑戦してみましょう。ここでは光るブロックの使い方を学習しました。今度はロボットの動きによって光る色を変えてみましょう。ここではまっすぐ進ませるときには、このままルートを黄色に光らせたいと思います。黄色に光るブロックの後にまっすぐ進むアイコンをつけてみました。
今度は点滅しながら青色に光らせたいと思います。左に曲がるときは紫色のアイコンをつけてみます。今度は常に点滅させるような動きにしてみましょう。もしブロックが見えなくなってしまったときは、このようにスクロールさせることで画面を小さくして全体を見ることができます。最後に後ろに下がるとき、今度はライトを消してみましょう。後ろに下がるブロックは進むブロックを編集することでルートを後ろに下げることができます。それでは再生してみましょう。黄色く光りながらまっすぐ進み、青く点滅しながら左に曲がり、今度は紫色に光りながら右に曲がり、後ろに下がるときはライトが消えました。テキストのレッスン10を参考に、スタートからゴールまでさまざまな色で光りながら動くようにロボットをプログラミングしてみましょう。ルートはルンバと同じように音を鳴らすことができます。こちらにある音符のアイコンを使ってみましょう。音のブロックをセットします。クリックすると編集画面で音の長さや音階を変えたり、オクターブを下げたり上げたりすることができます。ここでは試しにドレミファソラシと作ってみましょう。それでは再生してみましょう。このようにルートにドレミファソラシと鳴らすことができました。ここでは音ブロックの使い方を学習しました。ルンバエンジニアリングコースには4つのユニット45個のレッスンがあります。他のレッスンにもぜひチャレンジしてみてください。